3、2、1、シャンゴー。本日は1月9日5時3分まだちょっと暗いですね。では皆さん、待望の本日のテーマは男の本音、脈なし、神々やな、今やっべえな、脈なしからちょっと気になるに変わる瞬間、ちょっと気になるやね、脈なしか好きになるか瞬間じゃんって、うん、好きな男性から脈なしだと諦めそうになった、なってしまいます。神やな、ほんま。でも、ちょっと待ってください。脈なしから変化することは本当にありえないでしょうか？いえいえ、実は、些細なことで脈なしからちょっとトゥルンクに変わることもあるのです。今回は、男性の感情がどんな時に変わるかを解説いたします。レディー、聞いといた方がいいかもね。他の誰かが狙い始めた時、今まで何とも思っていなかった女性でも、自分以外の男性があの子いいよねなどと言い出せば、急に気になり始めるもの。女性サイドからすると、え、それってちょっと調子に乗りすぎるんじゃないのと思ってしまいそうにもなりますが、その女性の魅力に気づくきっかけがあっただけのことで、遅かれ早かれ気になり始めていたはずです。ちょっとなんかよくわからんね。うん、なんか周りの女性があの人いいかもって言ったら、その人を、あ、私も気になってるかも、ミーハーか。うん、他の誰かに取られるかもと感じた瞬間に急に惜しくなってしまい、恋愛感情を意識することは多々あります。どうせ友達以上とは思ってないしと諦めてしまうのはまだ早いかもしれませんよ。トゥルンク。二人だけの秘密はできた時、どんな小さなことでもお互いしか知らないという秘密は自然と二人の距離を近づけます。内緒で付き合っているカップの感情を知っている友人二人が恋人同士に発展するパターンもあるほどです。自分の秘密を相手にだけ打ち明けることで、相手に特別権を抱かせることもできますし、恋愛において時に秘密は強力な武器になります。これちょっと心当たりあるっちゃある、あるっちゃある、あるっちゃあるけど、その秘密の内容次第よね。うんうん、ちょっとなんか胸がチクチク痛々しい内容かな、今回のこのケースは。うん、相手の本音が見えたとき、相手の、あ、女性の意外性、つまりギャップにキュンとする男性は多いです。まさに僕、ほんまにギャップ萌え。うん、ギャップのあればあるほど、あればあるほどキュンキュンするよね。本当にツンデレとか、普段ツンツンしてる子が二人になった瞬間、デレになった瞬間とか、もうマジでキュンキュンしかしない。うん、ツンデレほど可愛いものはない。うん、ちょっとなんか僕顔がデレデレしだしたらごめんね。うんうん、いつもふわふわして見える女性が話をしてみると意外にしっかりとした考えを持っていたり、逆にしっかりしてそうな女性が案外夢見がちだったりして、
ふとした瞬間見える相手の本音に心を射抜かれて急に意識してしまうこともあります。神々です。ふわふわとしている見える女性が話してみると意外にしっかりとした考えを、そっちのギャップ萌えはあんまりないかな。逆にしっかりとした女性が二人になった瞬間ふわふわとなったらギャップ萌えはあるけど、その逆パターンはあんまでも考えへんかな。あるんかな。なんか普段ふわふわしている女性が実際話したらしっかりとしてるした考えを持ってたら、なんか人工系ふわふわ女子かって見てしまう。で逆にしっかりと としている女性が夢見がちだった場合はもうギャップ萌えよね。それはまさしくギャップ萌え。この子めっちゃ可愛いやみたいな。普通にあるよね。ツンデレ女王大好き。ド M です。ド M です。ド M です。相手がツンデレであればあるほど、ツンデレであればあるほど、キュンキュンします。相手の好意を感じたとき、第一印象でないなと思われてしまったとしても、その後にひっくり返すことは十分あり得ます。一発逆転を狙うなら、自分の好意は隠さないこと。僕すぐ、好きとか、可愛いねとか、話したいとか、すぐに言っちゃう。だって隠せないもん。まあそれがラブとかライクは置いといて、話して面白かったら、あすごいなんか話上手やねとか、普通に言ってしまう。だってなんか考えてものを喋れてしんどいやん。プライベートぐらい自由奔放に行きたい。りょうたです。人の気持ちは揺れ動くもの。人の気持ちはどんどん揺れ動いて変化していくものです。今現在見分けなしだったとしても、それがずっと続くとは限りません。こちらの出方次第で恋愛感情が芽生えることもあります。諦めず努力しつつ、その時を待つのも恋愛テクニックの一つではないでしょうか。最後のまとめ深いよね。人の気持ちは揺れ動く。ふとした瞬間に揺れ動く。僕泣いていいかな。泣いちゃっていいかな。最後ちょっと自分が選んだテーマにもかかわらず、なんかシュンってしちゃった。YouTube、YouTuber、りょうたでした。